はい、そういうわけでですね、今日はね、なんとお寿司早握り大会です。わけじゃなくてですね、まあ、寿司侍っていう曲を誰かほんまに握ろう思ってましたでも思ってたあれね、あれだから本番でいきなりやってほしかったで、寿司侍っていう曲をちょっとずつ5ずつかな、はい、BPM のテンポが上がっていくんで、おうおうおう、どこまでいけるかっていうのを各パートでやっていこうと思います。よし頑張るぞ。引き続き準レギュラーのなので、一応だからあの棒高跳びみたいな感じで、うんうん、パスもあり、なるほど、で実際あの曲のテンポが160なんですよ。160から始まって5ずつ上がっていくんで、パスパスっていうのもあり、なるほど。で俺としてはやっぱ俺の作った曲なんで負けられへんっていう強い信念があるんで、ただやっぱどう考えてもさ、対抗の方が有利やと思う。絶対有利。そうなのかな。ダーンダーンのところとかさ、うん、そんなあんなん頑張らなくてもいけるから、できるだけちょっとこうダーンダーン。なるほど。まあちょっとその方が縁もあるしさ、自分のプライドとの戦いも、ね。そうよね。なるほど、ね、うん。だからジャッジ的にはみんなが今のアウトって言ったらアウトな。もうだからそのジャッジも個人個人の裁量でいいと思います。オッケー。最後まで残ったら早握り王の勝利。オッケー。じゃあ次のトライアングルなんかこんなんかけて。あ、どうぞも早握り王。早握り王。ちょい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 っつって。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあひげいちさんファーストチャレンジ160ノーマルスピード。こんばんは。パスって言いたいけど、1回目やしさ、こんな感じですよっていうのを俺がしっかり見せますんで。ちなみにこれアウトだったら引退。引退でいいよ。これアウトだったら引退。引退でいいし、もうこれ視聴者プレゼント。家にあと2つあるから、それも視聴者プレゼント。それでは、はい、160、スタート。プロやから見せてくれるやろっていうふうにやるか。それでは下津さん、テンポ160いってみましょう。ハマちゃん風や。締めでトントコ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 で見せたりたいと思います。オッケー。おっしゃ、いくで。それでは川原純一の160スタート。はい。おんちゃん。
はい、では、次西氏の挑戦です。はい、ちょっとなんかあの対抗有利って言われたんで違うやり方で。おっとおっと、さすが。あの160で一旦自分の首を締めといてちょっと後半どれぐらいいけるかっていうのをね。はい、それではミッシーテンポ164スタート。鬼で行ってみますけど、どうですか？何ですか、でかい町。いやいや、もうそのなんか太鼓がとか言われてるから。はい、じゃあそれでは。いや待って待って、パッ。おお、次2周目です。テンポ170になりました。70ね、見ての通りです。皆さん、パス。おい、はい、じゃあ2周目橋本さん、テンポ170どうしましょう。お願いします。おい、それでは橋本恵子、テンポ170スタート。3周目、中塚さん、どうしますか？お願いします。川原さん、どうしますか？
どうしますか180バッうわー、はい、ではやってまいりまして4周目テンポ190やります。はい、それでは秀樹さんテンポ190よーいスタート。橋本さんテンポ190どうしますか。お願いします。おーノーパス女王やな、すごい。それでは橋本恵子テンポ190よーいスタート。キング中塚4周目190どうしますか。お願いします。
西島さん、200やりますか？やります。それでは西島さん、テンポ200やった！カズさんパスしますか？